お久しぶりでーす。皆さんこんにちは、中小レコブルダーヒロゲだ。はい、皆さん改めましてお久しぶりです。はい、約4ヶ月ほどの活動休止を得て今夜ついに活動再開します。いやもう長かった。僕個人的に4ヶ月ってすごい早いなって思いました。まず皆さんに謝らなければいけないことがあります。ごめんなさい、息が落ちました。多分知ってる方もいると思うんですけど、私ひろげ2級建築士の学科試験で1点足らずで落ちちゃいました。でもう一つお知らせがございまして、私ひろげインテリアプランナーの学科試験に合格しました。いやもう嬉しいです。はい、実は去年インテリアプランナーの試験受けたんですけど、1点足らずで落ちちゃったので、もう来年こそは絶対取ってやるということで、まあなんとか合格できたのでめちゃくちゃ嬉しいです。ちなみに製図試験なんですけど、11月の下旬頃に行う予定なので、まあ製図試験に向けてまあこっちも頑張りたいと思います。はい、こっからなんですけど、まあちょっと若干今更感あるんですけど、僕活動休止して思ったことが、やっと動画撮れるなっていう、もうずっと動画撮りたい欲がすごいあったので、こうして動画撮るのがもうなんかすごい嬉しいです。まあ僕は5月から1回7月に動画出して、そこから9月の中頃までずっと活動休止してきたんですけど、まあその時活動休止中の僕の心境について話そうと思います。まず、まあ活動休止して、まあ、すぐにウマ娘にめちゃくちゃハマって、それが原因で模擬試験でちょっと点数落ちちゃったので、まあすぐこれまずいということで、でゲームに関してはやる回数決めて勉強に集中したので、その効果もあって、まあ、次の模擬試験で思ってたより点数が伸びて、まあ、そこからずっとキープしていきました。6月に関してはもうほんと勉強ばっかりしかしてないので、まあ2級の学科大丈夫だろうって思って、まあちょっと油断せずに頑張って勉強しました。で7月の2級建築士の学科当日なんですけど、落ちました。1点足らずで、なんか思い出しただけで、あの時ああすればよかったなっていう後悔はすごいあります。でそこからもっと大変だったのが、実は2級の学科試験の次の週に就活控えていて、2級学科落ちた状態で、まあ、面接で、履歴書にも2級建築士合格見込みって書いてあったので、うわ2級落ちた状態で面接はちょっとまずいなって思って、面接受けました。でびっくりしたのが、面接時間たった10分で終わっちゃって、うわもうこれさすがにまずいなって思いました。面接の内容で2級建築士合格しましたかって聞かれたんで、僕は正直に落ちましたと伝えました。まあいろいろ他に質問あって、まあ10分で終わって、帰りの道中で、ああもうこれ絶対ダメだって思ってて、家帰って、でその翌日に会社から電話かかってきて、ああもう僕ダメだなって思ってたら、無事採用しますということで内定いただきました。でそこからですね、7月で、まあ、一回レゴルイージの動画撮って、久しぶりに動画撮れてすごく楽しかったです。あでもまあ正直な話言ったら、あと、まあ、2、3本は撮りたかったなって気はあったんですけど、まあ、5月の動画で約束した通り9月の中頃まで、まあ、動画活動休止しますって言ったんで、僕は、まあ、宣言通りもう動画を上げずにもうずっと、まあ、勉強してましたね。もう僕は正直な話言うと、もう就活で内定しちゃったので、まあいわゆるあとは学校行って勉強して卒業するだけになっちゃったので、で8月の下旬に2級建築士の学科試験の合格発表日があったので、まあもしかしたら足切りの点数下がってるんじゃないかなって思って、まあ待ってたんですけど、まあ残念ながら普通の13点でした。ただ今年に関しては計画が1点上がってました。やっぱちょっとこれちょっと落ちちゃった人は本当気の毒だなって僕は思います。で9月入ってやっと動画撮れるって思ってめちゃくちゃワクワクしています。はい、僕の心境についてはこんな感じです。はい、ということで今から僕が活動休止中に買ったレゴを紹介したいと思います。ちなみに総額4万3000円もしました。これ内訳を話すと、京都のトイザラスで買ったもので9000円と、トイザラスの会員限定セールで1万円分買って、ペイペイモールとヤフーショッピングで2万4000円使いました。だからその時ペイペイの還元祭があって、もう実質1万8500円で買いました。なので合計合わせたら4万3000円もしました。はい、まずは僕が京都のトイザラスで買ったレゴを紹介します。
はい、まず一つ目はこちら、レゴスーパーマリオキャラクターパック第3弾です。はい、もうこれは絶対買うって決めたので、これは買いました。ちなみに京都のトイザラスで6個買いました。はい、続いてはこちら、レゴスーパーマリオドッスンのドキドキチャレンジ、こちらを買いました。ちなみにこちらはトイザラスでレゴ 20% オフのセールやってて買いました。ちなみにこちらはトイザラス限定となってます。で、トイザラスと関係ないんですけど、京都のヨドバシカメラでレゴマインクラフトのこちらのセットを買いました。また話それちゃうんですけど、実は僕活動休止中にマイクラにめちゃくちゃハマりました。それでレゴのマイクラがすごい欲しくなってこれを買いました。ちなみにこれ以外にもまだ買ってます。で、あとはこちらもありました、レゴドッツのファイルパーツ5です。こちらは3つ買いました。これについてはどうしようかな、プライベートで開けようかなって思ってます。はい、こちらが京都のトイザラスとヨドバシカメラで購入したレゴです。はい、そして続いてはペイペイモールとヤフーショッピングで買ったレゴです。ペイペイモールとヤフーショッピングで買ったレゴなんですけど、これは僕の中でもいい買い物をしたなって思いました。ちなみに僕が5月5日の動画で出したレゴクリエイターエキスパートローラーコースターもペイペイモールで買いました。あれ実質4万9000円だったんですけど、ペイペイモールで4万4000円で買いました。では改めまして、僕がペイペイモールとヤフーショッピングで購入したレゴを紹介します。まずはこちらです、レゴスーパーマリオ10ゲームのふわふわチャレンジです。ちなみにこちら4900円ぐらいしたんですけど、ペイペイモールの還元で実質4000円弱で購入しました。いや、これはもうすっごいお得でした。はい、続いてはこちら、レゴスーパーマリオのキングテレサのお化け屋敷です。いやー、もうこれがずっと欲しかったんですよね。僕マリオのキャラクターでテレサすごい好きだったので、これは欲しいなって思ってて、たまたまペイペイモールでペイペイの還元でこれもお得に買えてすごく嬉しかったです。そして次なんですけど、多分結構すごいものと思います。それがこちら。はい、こちらレゴスターウォーズルークの X ウィングファイターです。いやー、もうこれもめっちゃお得に買えた。ちなみにこれいくらだったけど、5、6000円したんですけど、4000円弱で購入できました。いや、もうこれ前から欲しかったんで、すっごい嬉しい。で、あとレゴスターウォーズこれ以外にもう一個買って、はい、こちらクローントルーパー501部隊です。これもずっと前から欲しかったんですけど、もうどこにも売ってなくて、まあ今はまあ普通に手に入るんですけど、まあこれも実はペイペイの還元でめちゃくちゃ安く買えました。まあ2個買おうかなって思ってたんですけど、2個買ってしまうとジュゲムのセット買えなくなっちゃうので、今回は1個だけ買いました。まあ、またもしペイペイの還元で安くなった時はもう1セット買おうかなって思います。はい、こちらがペイペイモールとヤフーショッピングで購入したレゴです。こちらの総額だいたい2万4000円なんですけど、実質5500円引きの1万9500円で買いましたので、これはもうほんといい買い物をしました。で、続いてはトイザラスのオンラインストアで購入したレゴです。その時たまたまカード会員限定のセールやってて、レゴが20%オフだったということで、思わず1万円分も購入しました。まあ、何を買ったのか紹介していきたいと思います。まずはこちらですね、レゴスーパーマリオキャラクターパック2を6個買いました。1個500円なんですけど、カード会員セールで450円で売ってたので、もうこれ安いだろって思って思わず6個買いました。で、続いてなんですけど、全部一緒のシリーズです。それがこちら。はい、こちらレゴマインクラフトビリジャーの襲撃、馬小屋、村人の攻撃です。はい、全部マイクラです。先ほども言ったんですけど、僕活動休止中にマイクラにすごいハマったので、その影響もあってマイクラのレゴ欲しいなっていう物欲が抑えられなくて買いました。まあ、もし余裕があれば襲撃セットも買いたかったです。これ以上買っちゃうとちょっとやばかったので、今回はこの3つだけにしました。はい、改めまして、僕が活動休止中に買ったレゴを全部並べていました。まあ、僕の家にはまだ開けてないレゴいっぱいあるので、まだ開けてないレゴを開けつつこちらも開けていこうと思います。はい、ここからは僕の動画投稿の活動形態を変更します。まず僕の動画基本的に木曜日土曜日日曜日だったんですけど、今回からは火曜日木曜日土曜日日曜日の4日間にします。まあ、こっちも就活落ち着いてきたので動画投稿頑張ろうということで4日間にします。ただ土曜日と日曜日についてなんですけど、たまに出さない時があるので、その際は動画のコメントやツイッターでお知らせしたいと思います。で、動画の公開時間なんですけど、今までは5時から6時の間だったんですけど、今回からはもう固定して夜の18時6時に
動画公開します。ただまあ動画公開できるようにこっちも間に合うようにまあ頑張りたいと思います。でそしてまあ活動復帰ということで8月に実は新しいオープニングとエンディングを作りました。まあこの動画の最後にオープニングとエンディングを流そうと思います。僕もこうやって活動復帰できてすごく嬉しいです。まあただ今後についてはまあ学業優先した上で動画投稿していきたいのでまあちょっとどうしても学業の都合で週4日がまた週3日になっちゃうということもありえるのでまあそこについてはまあご了承いただければと思います。まあ2級建築士についてはちょくちょく勉強して来年の学科と製図試験は一発で通りたいと思います。話すことについては以上となります。はい、ということでこれからも私ひろげの応援どうぞよろしくお願いします。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ。